リュージュは、二世紀に生まれたインド仏教の僧である。リュージュとは、サンスクリットのナーガー・ルズナの漢訳名で、日本では漢訳名を用いることが多い。中艦派の祖であり、レンニョ以後の浄土真宗では八宗の祖師と称される、リュウミオとも呼ばれる、クマラ重役、リュージュ菩薩伝によれば、南インドのバラモンの家に生まれ、幼くして、ベーダを不んじて、その意味を領得した。プトゥンの 仏教史の伝えるところでは、南方のビダルバーのバラモンの出身で、ナーランダーで、バラモンの学問を収めた後出家したという、サータバーハナ町の保護の下で、セイロン、カシミール、ガンダーラ、中国などからの僧侶のために院を設けた。この地は後に、ナーガールジュナコーンだと呼ばれる。当時、勃興していた、大乗仏教運動を体系化したとも言われる。ことに、大乗仏教の基盤となる、 半野行で強調された、空を、無事小に基礎を置いた、空であると論じて、釈迦の演技を説明した。哲学者の梅原武氏は、龍樹は、釈迦の仏教を否定し、大乗仏教を創始したとしている。一方、中村元は、大乗仏教は、諸法の実相を説くことを標識とし、小乗仏教の三法院に対して、大乗仏教は、実相院を第四の印として挙げるとしているが、 中村によれば、龍寺は、症状の三法院の他に、別の法院を立てなかったという。彼の教えは、ク熊羅獣によって、中国に伝えられ、三論集が成立。また、シャーン・タラクしたによって、チベットに伝えられ、ソンカパを頂点とするチベット仏教教学の中核となる。8世紀以降のインド密教においても、龍寺作とされる、五師大などの多数の文献が表された。 日本には三論集が伝来したものの衰退してしまい、この競技を中心に据える特別な流派はない。インド原点で伝わるナーガールジュナ伝が存在しない、試し学的に厳密な生涯は不詳であるが、クマラジュ役と伝えられる、リュージュ菩薩伝などによって、生涯の概要をうかがい知ることができる。無論、後世のフィクションが含まれると考えられるためそれを、そのまま受け取ることはできないが、 当時の人々が竜樹をどのように伝えていたかを知る上で重要な資料である。竜樹菩薩殿の伝説は以下の通りである。この伝説は学者によっては熊ら重作とも主張されており、真偽のほどは定かではない。天性の才能に恵まれていた竜樹はその格式を持って有名となった。竜樹は才能豊かな三人の友人を持っていたが、ある日互いに相談し、 学問の誉れはすでに得たから、これからは快楽に尽くそうと決めた。彼らは術師から隠離身の秘術を得、それを用い高級にしばしば入り込んだ。100日余りの間に、宮廷の美人はすべて犯され、妊娠する者さえ出てきた。この事態に驚愕した王神たちは対策を練り砂を門に巻き、その足跡を頼りに、彼らを追った栄師により三人の友人は、切り殺されてしまった。 しかし、王の陰に身を潜めた、たつきだけは、残殺を免れ、その時、愛欲学の音不幸の原因であることを悟り、もし宮廷から逃走することができたならば出家しようと、決心した。事実、逃走に成功した龍二は、山上の塔を訪ね重回出家した。少女の仏典をわずか90日で読破した龍二は、さらなる経典を求め、 ヒマラヤ山中の老クからいくらかの大乗仏典を授けられた。これを学んだ後、彼はインド中を遍歴し、仏教、非仏教の者たちと対論しこれを打ち破った。竜樹はそこで満身を起こし、仏教は論理的に完全でないところがあるから、仏典の表現の不備な点を推理し、一学派を創立しようと考えた。しかしマハーナーガが竜樹の満身を憐れみ、 龍樹を海底の竜宮に連れて行って、もろもろの大乗仏典を授けた。龍樹は九十日かけて、これを読破し、深い意味を悟った。龍樹は竜によって南インドへと返され、国王を強化するため自ら応募して、将軍となり、た叩く間に軍隊を整備した。王は喜び、一体お前は何者なのかと尋ねると、龍樹は自分は前置者であると答え、 王はそれを証明させるため、今、神々は何をしているのかと尋ねたところ、龍樹は人通力をもって、神々と悪魔の戦闘の様子を王に見せた。これにより、王をはじめとして、宮廷のバラモンたちは仏教に帰依した。その頃一人のバラモンがいて、王の反対を押し切り、龍樹と討論を開始した。バラモンは術により、宮廷に大池を化け作し、千葉の蓮華の上に座り、 騎士にいる龍樹を畜生のようだと罵っした。それに対し龍樹は六牙の白蔵を化け作し池に入り、花でバラ門を地上に投げ出し彼を屈服させた。またその時、症状の仏教者がいて、常に龍樹を憎んでいた。龍樹は彼に、お前は私が長生きするのは嬉しくないだろうと尋ねると、彼はその通りだと答えた。龍樹はその後、 静かな部屋に閉じこもり、何日経っても出てこないため、弟子が扉を破り部屋に入ると、彼はすでに生き絶えていた。龍樹の死後100年、南インドの人たちは病を立て、龍樹を仏だと同じように崇めていたという、中央の大きな人物が、龍樹龍樹の黄金像この空の理論の体制は、龍樹の中論などの著作によって果たされた。なお、伝統的に龍樹の著作とされるもののうち、 中論以外に近代仏教学において、龍樹の新作であるとの見解の一致が得られている。作品はない。龍樹は存在という現象も含めて、あらゆる現象は、それぞれの因果関係の上に成り立っていることを論証している。この因果関係を釈迦は縁起として説明している。さらに、因果関係によって現象が現れているのであるから、それ自身で存在するという。 独立した普遍の実体はないことを明かしている。これによって、すべての存在は無自象であり、空であると論証しているのである。竜樹の空はこのことから、無自象空とも呼ばれる。しかし、空である現象を人間が、どう認識し理解して考えるかについては、直接的に知覚するということだけではなく、概念や言語を使用することが考えられる。竜樹は、 人間が空である外界を認識する際に使う言葉に関しても仮に施設したものであるとする。この説を既成概念を離れた真実の世界と言語や概念によって認識された過程の世界をそれぞれ第一義体と余族体という二つの真理に分ける。言葉では表現できないこの世のありのままの姿は第一義体であり概念で捉えられた世界や 言葉で表現された、釈迦の教えなどは、余測体であるとする、に大切と呼ばれる。インドでは、仏教の僧であるよりも、錬金術師、先制術師として有名で、著作伝説があるが、これはこの項で触れている隆寿よりも、遥か広大に出現した同名の錬金術師と、混同されているためである。新した月、編集大正時代の川口絵や寺本縁八十四。 ジョージュ社殿のリュージュ殿が得意であることから、それに書かれたリュジュは、本来のリュジュの没後の同盟偉人であるとした。この説では、本来のリュジュを、コタツキ、84ジョージュ社殿のリュジュを、あ、加工は、密教経典のうち、無常ゆがントラが、新リュジュの著作であるとしたが、これには、コタツキの著に基づく、新言密教の正当性を主張するという背景があった。一方、 寺本は、龍樹に改せられていた、密教経典のすべてが、新龍樹の著作であり、小辰基は、密教とは、無関係であるとした。すなわち、小辰基が、中眼の祖、新した月が、密教の祖である。この説に対し、畑に両体は、二人の龍樹の伝記の骨子は、共通であることから、これらは、同一人物の伝記であり、八十四常受舎伝が、異なる部分は、 密教の影響による殉職であるとした。また、戸賀の大将雲は、84常寿社殿の資料的価値を否定した。龍明、編集寺元は、新子二人の龍寿に加え、小きの弟子の龍明がいたとした。龍明は、浄土教の祖であり、入寮龍行に記された。龍寿の樹木は、龍明のものであるとした。現在、 流名が別人とされるときは、密教の業績が返せられることが多い。この点では、寺本説の流名ではなくむしろ新流獣に対応する。中村元は、ナーガールジュナに返せられる多数の著作がすべて同一人によって書かれたかどうかは、大いに論議のあるところであるとしており、複数のナーガールジュナの存在も考えられるとしている。中村は、以下の6人のうちの5及び6は、1とは、 大いたし記載をことにしているので別人ではないかと思われると述べている。中論などの空思想を展開させた著者仏教百科事典と呼ぶにふさわしい大地ドロンの著者、ゴン教十字品の注釈書、十十美馬車論の著者現実的問題を扱った方向王政論などの著者信言密教の学者としてのナーガールズナ科学の学者としてのナーガールズナ。ありがとうございます。